金つばに羊羹です。おう、いつもありがとな。あなたもどうぞ。にしてもほんとたっくさんあるな。みんなこれもこれもってたくさんくれるんです。あ、そうだ、直江先輩も呼んできていいですか。しゃあねえな、呼んでやるか。はあ、あくびなどはしたないところを失礼いたしました。こうお日柄が良いとついうとうとしてしまいまして。あの、他の方には内緒にしてくださいませ。時谷さん、少しいいかしら。今生徒会へ経費を申請しに行ってきたのだけれど、手芸部が多く使っているから今後はあまり出せないと言われてしまったわ。仕方がないだろう、紙と違って布は高いんだなあ。知ってはいると思うけれど、経費の使い道は紙だけではないのよ。印刷代もかさむの。あなたもそれはよくわかっているわよね。うちは行事の衣装も頼まれるからな。クオリティを考えるなら必要経費だ。君もそう思うだろう。なぜ何も言わないの。君も何か言いたまえ。ひふみ329円。ぬおー、新しいドラムセットまでの道のりは長いがやん。ん、お前さんか、どうしたがや。これから購買に行くけど一緒にどうか。もちろん行くがや。購買のウィンナーロールがまた美味しくての。あ、ドラムセット、ウィンナーロール、ドラムセット、ウィンナーロール、どっちも欲しいがや。あれ、肩にホコリがついてるよ。よし、取れた。これで大丈夫。え、私にもついてる。本当だ、毛糸の切れ端みたいだね。取ってくれてありがとう。またついてた時はよろしくね。今日はいい釣り日和だな。トレーニングするんじゃないのかって。そうなんだけどな、ほらこうも天気がいいとやっぱりな。うん、青年、やっぱり釣りに行くぞ。トレーニングは後日な。このチョココロネとっても美味しいの。あなたもよかったらどうぞ。はい、半分。私が持ってる方と交換？好きだから大きい方が食べたいだろうって。それは嬉しいけど。その顔は引いてくれそうにないわね。それじゃ遠慮なくいただきます。宮内さんはどう思いますか。私はあると思います。宇宙人の住む星というか、あってほしいです。あなたもあると思いますか。そうですよね。銀色に輝く正義の巨人、考えただけでもワクワクしますよね。なるほど、宮内さんは宇宙人とコンタクトしたいんですね。いつかできるかもしれない。そうですね。あなたはゴリラと怠け者、どちらが好きですか。なんとも言えない。確かにどちらも素敵ですから選べませんよね。あの、どうされましたか。お腹が減ってると力が出ないよね。
さっきも授業中に当てられたんだけど、頭が働かなくてさ。それはいつものこと？はっはっは、バレちゃった？やえちゃん、やえちゃん。ん？どないしはったん？はんなりってなんなん？なんや、またやぶからぼうに。だってようわからへんねんもん。なんて言えばええんやろ。そうや。なになに？アネットはんと反対向けの人のことや。ちょっと、それどういう意味？どうしよう。あ、先輩、今度数学のテストがあるんですけど、自信がなくて。部活は休みたくないし、でも夜は眠たくなっちゃうし、どうしようって。朝一緒に勉強しよう。先輩と一緒なら早起きできますよ。先輩、ありがとうございます。私頑張りますね。やあ、シゲト。おや、奇遇だな、ヒバラ。ん？どうした？黙っているのがそんなに不思議かい？私たちはいつもこんな感じだよ。今度のお料理教室はインドカレーです。スパイスにもこだわって作りましょう。わー、素敵です。それなら私はナンを用意しますね。具材は何にしようかしら。バターチキン。野菜カレーもいいわね。ええ、迷っちゃうわ。お魚とかお味噌で和風味にしてもいいんじゃないかしら。どうしたの？具材選びに付き合いたい？いいでしょう。頼みますよ。責任重大よ。頑張ってくださいね、先輩。それじゃあ、今度のお休みに一緒に買い物に行きましょうか。東雲さんもたまには髪の毛アレンジしてみればいいのに。絶対もっと可愛くなると思うよ。あー、パス。めんどくさいし。じゃあ私がやってあげる。いいって。ダーリンもそう思うでしょ。そうか。まあ、お前がそこまで言うなら少しくらいやってやってもいいけど。こんにちは。あれ、聞こえてない？それに少し顔が赤いような。もしかして熱があるんじゃありませんか？おでこ失礼しますね。やっぱりすぐに保健室に。いいえ、大丈夫じゃありません。行きますよ。先輩、前か次の舞台のヒロイン役に選ばれたんですよ。褒めてください。あの、新田さん、先輩の腕に、その、当たってるからもう少し離れた方が。当たってるって何がです？ね、先輩。だからそのなんですか？もういいから、もうちょっと離れて。はずきさんたらウブなんですね。いや、実は今
上条と君の話をしていたんだ。重藤先輩。いいじゃないか、別に話して困ることでもないだろう。それはそうですけど。何の話か。今度弓道部の大会を見に来てほしいと思っていてね。別に来たくなかったら来なくてもいいんだからね。おやおや、忍って黙ってるとクールでかっこいいよね。ちょっと一言多い気がするんだけど。だって本当はウブでピュアな女の子じゃん。そんなことないわけじゃないけど。私も似たような感じ。ちょっとダーリン、モノクロームさん、今日はお昼寝日和だよ。三好さんは日和に関係なく寝ていることが多いようですが。そんなことないよ。こんなにポカポカしてのんびりしてる日はめったに。三好さんが睡眠を開始しました。見てたらこっちまで眠くなってきた。では私もスリープモードに移行します。おやすみなさい。ぐー。あれ先輩、なんだかお疲れですね。体育の授業がハードだった。そんな時はぜひ花の湯へ。心も体もリフレッシュできちゃいますよ。しかも今なら湯上がりの牛乳を1本サービス中です。え、宣伝がうまい。ちょっと荷物を詰めすぎちゃったかな。山野もです。楽しみでついたくさん持ってきちゃって。重いけど万全の状態で行きたいもんね。化石のためならこのくらい。え、途中まで持ってあげるって。はありがとう、助かるよ。じゃあお願いしようかな。ありがとうございます。じゃあ山野もって先輩、本当に大丈夫ですか。ここに小太鼓さんにシンバルさん、それにドラムさんにも入ってもらいましょう。はい先輩、どうかしましたか。打楽器ばっかりになってる。あ、本当です。これじゃあオーケストラになりません。この前商店街で買い物してなかったか。いえ、最近はそちらには。あ、あなたが見たのは多分母だと思います。ガールフレンドかっこかり、ガールフレンドかっこかり。